Alors. なんだろう、あるタイプ、昔あるタイプ出てきたやつだね、最終回でワープ機能しないでやばい。これよく考えたらアクションゲームとかって容量少なくて済むんだよね、ある程度。ロールゲームとかってもう膨大になっちゃうからさ、敵キャラだなんだって、敵キャラだの街だのフィールドな、フィールドって容力くんですよ。フィールドめちゃめちゃ危ねえ、フィールドめちゃめちゃ容力くんからね、フィールドこれ。だから昔はアクションが流行ってたんだろうな、こういうの好きは好きなんだよな。RPG とかもなんだろう、100時間単位で持っていく自分の時間を。ファミコンはでもお金と時間を奪ったってよく言うけどね。まあでもそれだけじゃないよな。家庭でこんだけゲームができるようになったんですよ。任天堂がこういうゲーム機とかそういうの作らなかったら、ゲームメーカー、ソフトメーカーもなかっただろうし、まあ今の任天堂はないよな。やっぱりね、外国もゲームとかね、まあなんか日本に憧れて作ろうとするけど、やっぱり日本の方がやっぱすごいらしい、日本がやっぱすごいらしい。どうでしょうね、真似して今日本が一番面白いですけどね。そこら辺でも死んだな、なんか。フォースって結構さ、一回当たったら死んでくるの結構強い、ね、あ、もうフォースアビリティになってしまうんだね。あーでもボス右下空いてるけど、なんかいけるんじゃないのこれ、なんか空いてるもんね、多分いけるんだろうな、多分いけるんだと思う、ドラえもんみたいな。これ装備ないと負ける。これどうしようどうしよう、これまず逆にしとくか、逆にしといて、フォーサくれるどうしようか、危ない危ない、あれに押さないで、いやどうしようどうしようどうしよう、あれなんで3分に来てんの、この前5分かかったねボスまで、どうしよう、ボスどうしたらいいのかな、わかんない、ボスの倒し方、危ない危ない、わかんなかったな、ボスまだじゃない、まだだね、ちょっと気が早いんだ、だから時間的におかしいと思った、これ赤でしょ普通、赤だな、赤好きだ、あーもうでもどうしようかな、ボスの対策してないな、どうしよう、まし飛んでジャンプの時はもう見切ってどっか避けなきゃダメだ、あ難しいな、高い危ない、もう行けどういうこと、ちょっとずつ前に進んでるんだけど、画面が
やってボス倒そう。スタートレンジャーするぞ。さすがに。スタートレンジャーっていうか、そんなゲームじゃないけどね。そんなゲームじゃないんだよ。よしよしよし。ジャンプしてくれよ、ジャンプしてくれよ、ジャンプしてくれよ。ほら、来た来た来た。ジャンプしてきた。ジャンプ、次ジャンプ、ジャンプしてくれよ。ジャンプしてくれよ、ジャンプしてくれよ。ジャンプしてくれよ、ジャンプしてくれよ。逃げろ、逃げろ。わー、もうダメだな、これ。もう、これもう一回上げるか。さすがにこれ無理だな、くそ。くそ、もうこれも上げるか。いいや、あげるわ、もうこれも。もう、尺は足りない。